ました結果発表会に移りたいと思います。それではまず第1社目は、工場のお仕事、山陽コンクリート工業様、千葉での工場のお仕事になります。はい、6名の方が受けられまして、2名三角、4名×です。6名を受けられまして、2人が最終選考に残ったということですね。はい、それでは最終選考に残った方、お二人の名前をお願いします。はい、1人目、パリアルギャヌさん。パリアルギャヌさん、よろしくお願いします。はい、2人目、アブドラエフ・ハモリン・ビンさん。おめでとうございます。はい、最終選考残りました。はい、それでは2社目よろしいですか。はい、それでは2社目に参ります。車の関係のお仕事になりますね。販売整備配送のお仕事、埼玉県茨城県で、お仕事があります。オートチャンプ ITY 様。はい、11名受けられまして、5名三角、6名×です。11名受けられて5名が最終選考に残ったということでよろしいですか。はい、はい、それでは最終選考に残った5名のお名前をお願いします。はい、クリスハン・ラヒル・ブダヤンジャ。はい、2人目お願いします。はい、ラバナ・ヤカ・ヤパ・プンシリ・サジマ。はい、3人目お願いします。ドン・ラジャパク・シャゲ・ギル・シャン・バサン・タファ。おめでとうございます。はい、はい、4人目、ミゲル・ペレラ・ナハ・ミランゲ・ヒル・ラクサン。はい、おめでとうございます。はい、じゃあ最後5人目ですね。ナバラテで、ムディ・ギャン・セラゲ・サンカタ・セン・ダ・バンダ・ナバラ・ナ。おめでとうございます。じゃあ5人の方、最終選考で残っておりますのでね、最終まで選ばれるまで頑張ってください。はい、それでは次3社目になります。設置のお仕事ですね。Gバンクさん。はい、Gバンクさんは、5名受けられまして、1名内定。1名内定。お、即内定。あとは×です。はい、Gバンクさんは5名受けたうち1人内定が出ました。よろしくお願いします。はい、その方はアリシカ・ユリクワ・ファ・ヨノさん。おー、おー、はい、それでは4社目参ります。千葉県で、通販ですね、通販の関係で工場 IT 事務のお仕事、三友コスメティックさん、よろしくお願いします。はい、三友さん、12名受けて、5名三角、7名バツです。12名受けて5名が最終選考に残ったということですね。はい、はい、それでは5名の名前をお願いします。はい、1方目、セイカレイ。はい、じゃあ2人目、2方目、ジャヌさん。ジャヌさん、ジャヌさん、ジャヌさん、いらっしゃる。3方目、カイイン・トゥーさん。お、4人目、4人目の方は、リョウソウさん。はい、5人目、5人目はアブドゥライフ・カモリジンさん。お、よろしくお願いします。はい、それでは5社目になりますね。ペインティング塗装のお仕事になります。知見工業様。はい、知見工業様は4名受けられて、なんと3名内定で1名三角です。3名内定ですね。それでは、3名内定の方のお名前をお願いします。はい、1人目、ジャンプンフイさん。はい、おめでとうございます。2人目、アリスカ・ユリ・フワ・また内定。今日は口じゃないです。
方で、陳翔花さん。陳翔花さん。すいません、はい。で、三角の方が、加工店さん。加工店さん。はい。はい、はい、それでは6社目になります。愛知県、工場キャドのお仕事、東海プレカット、お願いします。今、企業さんと、名古屋の支店で交渉中です。最終調整中ですね。はい、すいません。東海プレカットさんはちょっとお待ちください。はい、それでは最後になります。7社目、千葉県のお仕事で、岡部建設様。はい、岡部建設は4名受けられたんですが、残念ながら全員バツです。岡部建設様、残念ながら今回は不採用と見送りということになりました。以上で結果発表が終わります。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。名前呼ばれた方は残ってくださいね。